はい、こんばんは。糖質制限と食事記録で体重110キロ減&2型糖尿病改善の代表です。よろしくお願いします。今日はですね、10月5日の土曜日に東京都中央区銀座で行われるチャンカーさん主催の糖尿病交流会2024の紹介動画となっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、こういったコンセプトなんですけど、こちらはですね、1型糖尿病の方、2型糖尿病の方、予備群の方、友達や家族に糖尿病の方がいて心配な方、糖尿病に関する知識を得たい方、医療関係者の方など、誰でも参加 OK だそうです。はい。で、皆様でね、交流をしていきましょうというコンセプトとなっておるそうですね。はい。イベントの概要についてなんですけど、人数は、100人から150人程度を目安となってて、主催はそのチャンカーさんという方が、なさっているそうです。はい。こちらはですね、こちらの方は、とてもね、明るくて、元気な方なんですけど、以前にもこういった交流会をね、なさっていることがあるそうです。はい。非常に前回の様子を、ツイッターで見させてもらったんですけど、すごく楽しそうな、交流会なさってるなと思って、ちょっと興味を引いたんですけども。ですね、今回改めて、1型糖尿病と2型糖尿病を分け隔てなく交流していきたいということが、ちょっとコンセプトの一つになってるみたいです。はい。ですね、会場と時間についてなんですけども、会場は、日時はまず2024年の10月5日土曜日、12時30分から16時までとなっております。で、会場自体は11時30分から会場だそうです。はい。で、場所はですね、東京都中央区銀座の 7-13-15 銀座ユニーク7丁目店2階というところだそうです。はい。こちらの詳細はチャンカーさんの X を見ていただくと、画像というか、その、紹介画像があるんで、そちらの方をチェックしてみてください。はい。で、参加費は2000円で、お子様と学生さんは無料だそうです。素晴らしいですね。これはもう、優しさですよね。本当に。はい。で、参加方法は、申し込みは不要で、当日直接ね、会場までお越しくださいということでした。はい。注意点として、来場者がね、多数の場合は先着順で締め切ることがあるそうなんで、その点はちょっとご注意くださいということで。事前にもし心配だった場合はね、遅い時間に行く場合は、確認取ってみた方がいいかもしれないですね、もしかしたら。早めに行った方がいいと思うんですけど。はい。前回のイベントですと、100人ぐらいの、規模で集まられたそうです。はい。で、イベントの内容については、まだ公式には、詳しいことを発表なさっていないんですけども、概要という形で、ご紹介させていただくと、基本的にはその難しい話というよりは、皆さんね、緩めで、気持ちよく参加できるというか、交流できる情報を共有というか、そういった機会になっているそうです。お子様向けの遊戯とかも準備なさっているみたいですし、血糖値とか糖尿病に関する知識とか、治療薬はどういうのを使っているのかとか、そういったことも、話す機会があるようですね。はい。あと、本当に非常に勉強になるなと思いますし、特に今ね、自分が糖尿病じゃない方、予備群の方なんかは、糖尿病になるとどんな症状があるのかとか、どんな治療薬があるのかとか、どんなね、治療方法があるのかとか、いろいろね、心配とか悩みもいっぱいあると思うんですけど、それを事前に知ることができる機会って本当にないと思うんで、めちゃくちゃいいと思います。あとはそうですね。実際今はもう1型糖尿病や2型糖尿病の方も、自分にとって同じようなね、症状の方とか、同じような薬飲んでる、もしくは違う薬飲んでる方とかもいらっしゃると思いますし、そういった自分と違う状況の方の話を聞ける機会って、なかなかないんですよね。病院内でしか知られなかったりすることがあると思うんで、直接話すことってなかなかないんで、非常にこれはね、貴重な機会だと僕は思ってますね。はい。日常で正面切って糖尿病の話をする機会って、よく考えたら確かにないなと思って、ああ、いい機会かもしれないなって私も思いましたし、それは本当に思いましたね。
あとは私のちょっとこれは想像というか妄想なんですけど、まあ、このコンセプトをね、あの私なりにまあ理由を考えてみたんですけど、そうですね、例えば1型糖尿病とか2型糖尿病とかいろいろあるんです。予備群とか、まあ、糖尿病といってもいろんな種類の糖尿病があるんですけど、私なんかは生活習慣の悪化と体重増加によるその2型糖尿病っていう形なんですけど、それ以外でも、まあ、妊娠糖尿病とか、遺伝による糖尿病になってしまったとかって方もいらっしゃいますし、その全然太ってないのに、痩せてるのに2型糖尿病になる方もいらっしゃるし、まあ、それ以外でもね、1型糖尿病っていう方もいらっしゃいます。もう1型糖尿病に関しては僕も本当に知識なくて、本当に勉強不足で申し訳ないなと思うんですけど、とかですね、もう糖尿病っていう名前がついてるにもかかわらず、まあ、全く1型と2型と違う病気だったりするんですよ。それって本当に糖尿病じゃない方からしたらよくわからないと思うんですよ。実際、そういう方も結構いらっしゃると思うんですけど、まあ、そういった方とのね、情報交換ができるっていうのはすごくいいと思いますし、例えばね、実際に、まあ、運動とか、食事管理とかどうなさってるのかとか、まあ、例えば血糖値測定だったら、どのぐらいの頻度で行っているのかとか、いろいろね、参考にさせていただきたいこととかもありますし、そういった機会になるといいなと思いますね。はい。まあ、もちろん私もですね、予定がちゃんと開けさせていただいて、参加させていただくつもりでおりますので、ぜひですね、こういった交流会に参加してみたいという方はですね、詳細は、チャンカーさんのリプをご覧いただいて、ぜひですね、10月5日の糖尿病交流会2024にお越しくださいということで、今日は終わりたいと思います。はい。というわけで、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。